日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト今日はゲームとかおもちゃについてはい、皆さんこんにちは日本語コンテペイの時間ですね元気ですか今日も世界中のどこかで ね、誰かが皆さんがですね聞いてくれているそういう思いで、ね、そういう思いで僕は頑張ります、ね、まあ頑張ると言ってもですね普通にゆっくりですね少しゆっくりめに、えー、日本語でいろいろなことを話していく、ね、そして皆さんはですねいろいろなトピックを日本語で聞くこれが日本語上達へのね一番の 方法です、ね、単語の増やし方、ね、何度も何度も言ってますが単語の増やし方はですね単語の増やし方はですね単語一つ一つを覚えるのはあのまあいいですが <laughs> 悪いとは言わないですがねまあいいですけどあのやっぱりね使えるようにならないんですね。使えるるようにになるためには やはりですねコロケーションというかどの単語がどの単語と結びつくことが多いのかこれを知ることが大事です、ね、これを知ることが大事、ね、例えばですね例えば、えー、例えばですね例えば例えば友達を作る、ね、友達を作る これね、一瞬ね、いいような気がするんですね。友達を作る。ね、例えば、えー、新しい友達を作りたいです、ね。日本人の友達を作りたいです。これね、えー、正しいです。確かに正しい。日本人の友達を作りたい。ね、でも、でもね、日本人の友達を作りたい。うん友達をたくさん作りたい。これは 合ってます。これは合っているね。友達をたくさん作りたい。でもね、昨日ね、昨日新しい友達ができました。ね、友達ができたとか言いますね。友達ができた。ね、あとは昨日、えー、昨日、えー、日本人の人と友達になったとかね、日本人の人と友達になった。ね。 例えば僕が昨日あの昨日フランス人の人と友達になってね友達になってでそれでそのフランス人の人が今度あの,あのフランスに行くって言うんでとかねなんかそういう話ですよ、ね、そういう話友達になってとかね友達友達になって友達ができてね 友達が友達を作ってとかね。で、この使い分けですが、説明はすることはできます。説明することはできます。でも、でもね、はっきり言って、こういうことをたくさん聞く。これで、あの、理解する。これが大事です。たくさん聞く。これが大事。で、友達、ね。友達という単語は皆さん知ってますよね。友達って単語。簡単だから。 ね、なんでみんな多分友達、うん友達フレンドだろ、ね、フレンドとか <laughs> アミーゴだろわねかるよわかるかもしれないけど使えますか、ね、新しい友達ができたって言えますか、ねえー、日本人の友達をたくさん作りたいって言えますか、えー、友達ができない、ね、日本人の友達ができないって言えますか ねえー、友達に日本人と友達になることは、ね、日本人と友達になることは難しいですって言えますかでねこれ一つ一つの文章を理解するっていうよりはですねたくさん聞いてそのまま使う、ね、これが大事です。ここで今聞いたらこれをね今度ね日本人の友達が欲しいとか。 日本人の友達を作りたいいいとか、ね、そういうふうに使ってみてみください、うん、日本人の友達が日本人の友達が欲しいけど日本人と友達になることは難しいですとかね日本人と日本人の友達が欲しいけど、えー、なかなか日本人の友達ができません。ね 自大事なのはですねやっぱ文章文章をたくさん聞くということ一つ一つの単語じゃなくてですね文章文章を聞くこれが大事です他にも例があります例挙げられますよね、他にも例例えばね例えばあの靴下靴下わかりますね靴下ねって言うんですよ皆さん靴下わかるよソックスだろ その通りですよ。使えますかじゃあ使えますか。靴下を着るじゃないですよ。靴下は着ないですね。日本人は靴下は着ない。靴下は被る被んないですよ。靴下は履きますね。靴と同じ靴も履きます。靴を履く靴下を履くね。で文章にするのが大事。靴を履くね。靴を履きますね。そして靴下を履く靴下を履きますね。 じゃあもっといい文章を作りましょう。はじめに靴下を履いてください。ね、そしてその後靴を履いてください。ね、なんで靴を履く。靴下を履く。ね、靴履く。靴下履く。ね、これをセット、ね、コロケーションとして覚えます。まあ覚えるというかね慣れます、ね。そして慣れた人がね靴下を切るとか聞くとうん間違ってるよって、ね、気づきます。 じゃあ着るは何を着る、ね、これもね帽子を着ますか帽子は着ないメガネを着ますかメガネも着ない着るのはね普通服ですね服まあ服というのは色々例えば T シャツ、ね、T シャツを着るシャツを着るな、ね、ので、ね、これは必ずセットにするといいんですね,ね皆さんね分けすぎなんですシャツああシャツだろ T シャツああ T シャツだろ着るああ着るってウェアだねみたいな は分かっててもシャツを着るね、えー、T シャツを着るこういうふうに必ずね文章にすることが大事です。でズボン、ジーパン、ジーパンは何でしょう？ジーパン、ジーンズね、ジーンズズボンズボンねこれは履くですね履くうんズボンを履くあれ似てますね似てるってかさっきやりましたね靴下を履くね 靴を履く。ズボンを履く。ね。そうです。ズボンも履くんですね。帽子は帽子はかぶる、ね。帽子はかぶる。帽子ぐらいかな、かぶるは。メガネはかける。メガネはかける。ね。メガネをかける。これが大事なんです。ね。あのー、皆さんね、多分ウェア、ウェア、ウェア、ウェアわかるよ。ウェアは着るだろうみたいな。えーだから メガネあーあ wear glasses ね wear g l a s s e あ he's wearing he's wearing glasses だから彼はメガネを着ています違うんですよだからねそうやって英語で考えてねそれを翻訳したらねしかも直接ね直接翻訳したら間違えますね日本語と英語とか 日本語とスペイン語とかね、ヨーロッパの言葉はすごい違うんです。違うから、そのヨーロッパの言葉で考えて、それを日本語に翻訳しても、ほとんど間違えるんです。<laughs> ほとんど。だからね、しない方がいい。翻訳はしたらダメです。翻訳をするってことは、あのね、これはね、根本的に間違っている。なぜかというと、あの、言葉というのはですね、ネイティブが 使っているものを聞いてですね、それを真似すれば、それでいいんです。ね、例えば僕が、メガネをかけるって言ってたら、もうメガネをかけるしかないんです。本当に。<laughs> 僕がメガネをかけるって言ったら、これはね、100%メガネをかける。メガネはかけるものなんです。メガネをかける。にもかかわらずね、にもかかわらずですね、自分の頭で、自分の頭、 で考えよううとすするから間違うんです自分の頭で、ね。自分で言葉を作ろうとするから間違えるんです。これはね、僕が主にねあの、大間違い。ね、一番あのしてはいけないこと。でも、でもね、あのこれをね、勧める先生もいます。自分でね、作ってみましょうみたいなね。試してみましょう。僕はね、これはあの間違ってると思う。これはね、あの遠回りです。自分で えー、自分で言葉を作ろうとととすするとほとんど間違いますであの人によってはですね間違うことも大事だって言うんですけどもちろん大事です間違うことはでもねこういう間違え方は必要ないこんなあのわざとですね間違えるこれは必要ないです、ね、これは必要ないまずはですねネイティブを聞いてください日本人を聞いてください僕のことを聞いてください僕が言うことを聞いてくださいそしてね僕はい、一度も眼鏡を着るなんて言ったことはないし 一生言わない。<laughs> 絶対言わない。絶対言わない。ね。メガネを切るなんて言わないです。なのでですね。自分で考えないようにしてください。自分で作らないように。言葉を作らないように。言葉を作るのは間違いです。ね。自分、すぐね、英語とかで考えて、それをね、翻訳する。これは、あの、間違いです。これはですね。あまあ、気持ちはわかるんですよ。気持ちは。でもね、あの気持ちはわかるけど、まず、聞いてほしい。聞いてほしい。 僕が英語を話すときは、日本語で一切考えない。一切考えないです。ね、僕がスペイン語を考えるときは、僕は日本語で一切考えない。英語でも考えない。僕はスペイン語で話すときは、スペイン語しか,しか考えてない。うん、だってスう、ね、スペイン語と英語違うから。スペイン語と英語違うんですよ。スペイン語と日本語は違うんです。だから翻訳してもしょうがないんですね。例えば、 例えばねあの、英語を話す人がスペイン語を話すと結構やっぱり間違えます。なんでかというと、英語で考えてるから。ね、例えば、It's hot.It's cold.Today it's cold. だから、おい。Today、ね、は o いですね。It's cold.It is。は多分 S かな ?S?S Frio S みたいなね。違います。スペイン語だと 汗ふりを。ね。it makes cold みたいな感じで言いますね。まあ直訳すれば。まあ訳すこと自体が間違いなんですね。また。ね。でも僕はなんで汗ふりよって言ってるかというと、スペイン人がみんな言ってるからっおおおい、汗ふりよ汗ふりよてっぺい、汗ふりよおい、みたいなね。<laughs> こと言ってるから、僕も、シーシーシー、汗ふりよ汗 汗ふりよ <laughs> って言ってるだけ。ね。<laughs> だから言ってるように言えばいいんです。で、夏になるとね、夏になるとスペイン人は、おいー、汗カロール、汗カロールって言うんですね。だから僕も、すいすいすい、汗カロール。おい、汗カロールって言うだけ。それだけ。ね。自分で考えない。いつホットだろうとか、いつコール。暑いだから、暑いだからとかね、寒いだから、そんな考えない。 考えない、うん、これが大事前置きが長い前置きが長くなりましたねほとんどいったほとんどねほとんど時間がなくなりました今日のトピックはですね今日のトピックはおもちゃとかゲームについて、ね、皆さんどんなおもちゃとかゲームやってましたか子どもの時、ねえー、結構ですね日本のゲームとかテレビゲーム、ね、ビデオゲームが好きで日本語を勉強している人も多いので えー、た簡単な単語だけね、おさらいしておきましょう、ね。復習しておきましょう。はい、例えばですね、ニンテンドーとか言うんですね。あの英語ではみんなニンテンドーって言うてこれは日本語ではファミコンと言います。ファミリーコンピューターがね、もともとの言葉ですけど、ファミコンってみんな言いますね。ファミコン。ね、ファミコン、えーと。ゲームはね、省略する形が多いです。ファミコン。ね そして、その後、スーパーファミコン。これは、スーファミ。知ってますよねスーファミ。ね。皆さん詳しいですよねスーファミ。そして、その後、プレイステーションが出ます。ね。それは、プレステって言いますね。日本語だと、プレステ。みんな、プレステ。プレステ1。ね。1。ね。プレステ1。プレステ2。プレステ3。あと、プレステ4。そこは英語で言いますね。みんな。だから、プレステ4が欲しいとかね。あプレステ4が欲しい。でも高え。みたいなね。 ああプレスト4高いけど欲しい。ね、えー、っと、そして、えー、っと、ファミコンですよね。そして、ドラゴンクエスト。これ有名ですねどう。有名なゲームです。ドラクエって言いますね。ドラクエ。ポケモンみたいな感じね。ポケットモンスター。これもポケモン。ね、ポケモンにドラクエ。あと、ファイナルファンタジーは、えー、日本人は結構ね、ファイファンとか言います。ファイファン。<laughs> ファイファン。ね。 まあ、ファイナルファンタジーっていう人も多いです最近はねでも僕が子供の時はみんなねファイファンとかね FF って言ってた人もいますね FF、ね、とにかく省略系が多い、ね、そういうゲーム、ね、ゲームをたくさんねテレビゲームしてましたね最近は XBOX とかもねあれですけどまあ人気ですけどでもねやっぱり日本だとやっぱりプレイステーションかなあと任天堂ウィルとかね Wii、えー、か任天堂とか まあ,色々ありますよね。僕はね実は最近はゲームあまりしないので知らないですそしておもちゃおもちゃねどんなのがどんなおもちゃをおもんちゃで遊んでたかな僕子どもの時はですねあの車のおもちゃでミニ四駆っていうのがありましてねミニ4でこれはあのプラスチックでできた車のね自分で組み立てるタイプのおもちゃですでもレゴとは違って、ね、レゴじゃない 猫とは違ってね、モーターが入ってます。ちゃんと。中にね、モーターが入ってる。なんで結構早いね。ねこれ、ミニ四駆気になる人はね、Google で検索してみてください。ミニ四駆っていうね。買えるかな日本で行ったら買ってもいいかもしれないですね。ミニ四駆安いし、500円くらいね。多分1000円もしないと思います。ミニ四駆ミニ四駆 あとはね、あとは結構ユニバーサルなもんですね。ただ発音が違いますね。さっき言ったレゴね。レゴもこれも普通に日本語だと普通ね。レゴみたいな。レゴね。ねなんかちょっと R に近いかな。どっちかというと、ね。レゴ。レゴはね、僕はあんまり知ってなかった。僕はあんまり遊んでないです。レゴでね。えー、っと、あと何がかな。ユニバーサルのおもちゃ。皆さん、どんなおもちゃで遊んだんですかオセロとか。オセロね。ね 将棋,将棋はチェスみたいなやつですね日本のね将棋5とかありますね将棋か5これちょっとルールが違います僕は将棋はできますでも5は知らないね5とかね将棋とか知らない人はまたグーグル検索してくださいあとどんなおもちゃかなどんなおもちゃで遊んでたかなこれねあの僕子供がいるんですけど 子供にねこうクリスマスプレゼントとかねスペインだとあのレイエス・マゴスとか言って1月の 6, 6日かな6日ですねにあのおもちゃをあげたりするんですよでおもちゃ屋に行ってねおもちゃを見るとあの僕が子どもの時から全然変わってないものさっき言った、まあ、チェスとかね未だにありますよね全然変わってないレ,レゴもそうですよね種類は今の方が全然多いけど、ね、レゴは結構昔からありますよね でそういうものとあの昔は全然なかったもの、ね、僕は子どもの時はなかったもの,あの例えばなんか,な例えばなんかねあの頭が良くなるみたいなねあのおもちゃが結構多いですね今はなんかこのおもちゃで遊ぶと IQ が上がる、ね、なんか頭が良くなるみたいなねなんかそういうものがねい今の方が多いと思います昔より。 ね、今の方が、うん、なんか頭にいいね教育にいい、ね、教育にいい脳にいい、ね、脳にいいおもちゃうん、はっきり言ってねいいとか悪いとかじゃなくて、ね、楽しい楽しめばねいいんですよ僕が主に <laughs> 楽しめば楽しくね遊べば頭にいいですよ、ねうん、パチンコとかじゃなくてねパチンコとか宝くじとかじゃなくてもっとねこういう普通のねまあ トランプででもいいすよカードですねトランプドナルド・トランプじゃないですよドナルド・トランプじゃないですよドナルド・トランプで遊ぶってどういうことですかドナルド・トランプで遊ぶじゃあ今日はドナルド・トランプごっこをしようかごっこってしますごっこっていうのはね例えばスパイダーマンごっこスパイダーマンのふりをして遊ぶんです例えばねじゃあ君は 君はバットマンだ、ね、僕はスパイダーマンやる、ね。じゃあ、この野郎、バットマンみたいな、ね、そういうあのシチュエーションで遊ぶんですね。これをなんとかごっこっていいます、ね。ウルトラマンごっことかね。仮面ライダーごっことか。僕が子どもの時はありました。仮面ライダー。知らない人はグーグルー検索してください。<laughs> なんとかごっこね。ドナルド・トランプごっこってどういうことですか、ね、ドナルド・トランプの格好。例えば、よし、お前はメラニー・トランプだ。 ね、<laughs> じゃあ僕はドナルド・トランプをする、ね、この野郎メラニー <laughs> この野郎てめえ、ね、なぜかこう江戸っ子の話し方になってね江戸っ,子江戸っ子の話し方っていうのはあの、まあ、東京の、ね、ダウンタウンのアクセントですねなんかロンドンのコックニーみたいな感じで、ね、あの下町の話し方、ねえー、てめえ <laughs> この野郎ね てめえこの野郎メラニーこの野郎こっち来いてめえ <laughs> そんな感じの、ね、ドナルド・トランプごっこそんなことはしないですよなんとかごっこねうんちょっと思い出すねですねまた今度ゆっくり話しましょうそれでは皆さんチャオチャオスタたルエゴー